はい、同じです。今日も一日脳のリミッター外してワクワクだらけでいきましょう。ちょっと動画久々ですね。今日はなんかね、最近モヤモヤ思ってることがあって、なんか、まあそれは言わないでおいてやろうよみたいな感覚、まあ、あるじゃないですか。まあそれは言わないでおいてやろうよみたいな感覚、まあ、夢を見ることと現実を見つめることみたいなことなのかな、まあ、みたいな話をちょっと思うんですけどこの間ね、まあ、ディズニーランドに、まあ、行ったんですね。俺あんまりディズニーランドとか好きじゃないけど、まあ、ちょっと行かなきゃいけない仕事で用があって行って、で、ディズニーのキャラクターがこうみんな優しくしてくれるじゃない。俺ね、そこでね、ディズニーのなんか多分大ファンの男の子なんだろうね。もう多分ね、10代後半、20いってるかな、20歳いってるかいってないかぐらいの男の子で、こうカメラ、でっかいカメラ持ってて、でいっぱい写真を撮ったのがあるわけなんだよ。まあそれでね、例えばミニーが来てさ、ミニー見て見てミニー、あ、一緒に写真撮ろうミニーで、ミニーの写真を撮るのよ。はい、ポーズしてミニー、写真を撮って、でミニー、この間覚えてる、この間ほら一緒に撮った写真印刷できたんだ、プリントアウトしたんだ、見て見て、ほらミニー、これなんかもよく撮れてるよミニーってやってんのね。でミニーはありがとう、まあ、こう声は出さないけど、あ、そう、よかった、ありがとうみたいな、またねみたいなやってんだよ。うん、夢の国だからさ、ディズニーランドだからさ、ディズニーはすごいと思うよ、ほんとすごいと思うよ。でもさ、お前ちょっと気持ち悪いぞお前って言って開けた方がよくない？まあミニーが言う必要はないよ、もちろん。ミニーは夢が見せるの仕事だからさ、その夢の国だから全部を許容してくれるじゃん、ディズニーランドって。ディズニーランドがどこか、それ以上は許容できませんっていうラインは何なんだろうね。ディズニーランドの接客マニュアル見てみたいね。だってあれでしょ、わかんないけど、なんかジジイが来てさ、何歳ですかって言って、5歳です、子供料金で5歳ですって言ったら、そうですかって入れてくれるんだってね。性善説に立ってるから、世の中悪い人はいないから。50歳のジジイが来て、5歳ですって言ったら、そうですねって言ってくれるらしいよ。まあちょっとディズニーの接客マニュアルの話はどうでもいいんだけど、そのさ、ミニーまた写真ができたよっていう20歳のぐらいの男の子にさ、いやお前ちょっと違うぞ、お前それ気持ち悪いぞちょっとお前って、誰かが言ってあげた方がいいよね。ディズニーランドが言う必要はないの。だからさ、あれ夢見せる仕事じゃん、夢見せる仕事じゃん、素晴らしいじゃん。その夢に没入してるわけじゃん。そして彼にしてみれば自己肯定感、なんか一般社会ではさ、あんたてめえよな、うだつながんね仕事しやがってとか、ダメだなみたいなことを言う人ばっかりに囲まれてるかもしれない中で、ディズニーに行ったら全てが容認してくれるわけじゃんねえ、まあそんなのもあったりとか、あと最近ちょっと気持ち悪かったのは、まあ具体的に言うと失礼に当たるから言わないけど、まあある事件の被害者だよね。である事件の被害者で、かわいそうだねみたいな、いい人なのにね、あの人被害に遭ってかわいそうだねみたいなことをまあ報道してるんだけど、いやお前にも責任の一端もあるだろうって完全に思うわけよ。具体的に言わないよ、失礼になるから。でもそれ皆さんも多分心の奥底で感じてると思うんですよ。いや、事件に遭われた、かわいそう、とってもいい人って言うけどさ、いやお前がその事件を起こしてんだろ、半分はお前の責任だろっていうのを全部拭って、全部犯人のせいにしてっていうのも、俺は気持ち悪いなと思うわけよ。なんかはっきり言わない、それは言わないでこうみたいなさ、なんかね。あとそう考えてくるとさ、例えばさ、まあ俺もよく講座とか講演会とかやらせてもらうじゃん。でまあ基本はさ、頑張ってこうぜ、できるよ、やれるよ、一緒に立ち上がろうぜ、一緒に挑戦しようぜ、もっとやれるって、ほらやっとこないよ、来週までにこれをって、基本やれるぜってもちろん言ってるじゃん。それは俺はチャンスを、誰にでも中にでもあるチャンスの目に火をつけたいから言ってるわけよ。だから基本無理だよ、お前なんか無理だよとは言わないわけよ、もちろん。でもそのさ、できるぜやろうぜってもちろん言うけど、それは必要だから言ってるんだけど、
そしてそれによって立ち上がって前に進めればいいから言ってるんだけど、でも俺は関係性がこう密になってくると、初めて講演会で会ってさ、で今日でさよならの人にはそんなことやないよ、でももう俺と定期的に付き合うって決めてくれて、定期的に俺を頼ってくれる人には俺言うんだよね、本当ダメな時は。だからダメなんだてめえはよっつって、もの関係性が深くなった人にしか言わないよ。その人が本当に抱えてるダメな部分があるんだったら、だからダメなんだよおめえはよって俺はまあ暴言にならないようにね言ってあげるのね。それは言わないの気持ち悪いからさ、基本はできるよ、それはみんなやればできるよ。ただその人の中に避けがたくダメな要素を持っちゃってる人がいるんだよ。まずはそれに気づかなきゃダメっていう時は俺は言うようにしてるのね。で言う時はもうその人と縁が切れてももうしょうがねえと思って、でも言ってあげた方がいいと思って言うんだよ。まあ別に俺って偉いでしょって言ったわけじゃないよ。そこでその人がさカチンってきてさ、なんだてめえ私この野郎、おめえとなんか二度と話さねえよってもし思ったとしても、その人が避けがたく持っちゃってるダメなところは指摘してあげた方が、そしてそれを直さなきゃその先の進歩なんかないからさ。まあ俺の場合はね、なんかさそのディズニー犯罪被害みたいな話から来たけどさ、なんかさ基本はさこう夢で包んであげるみたいなものは、綺麗な話でまとめてあげるみたいなものは大事かもしんねえけどさ、でもやっぱりさダメなものはダメ、違うものは違うって言ってあげた方がいいよね。ねえうん、いやなんかごめん、取り留めのない話になりました、すいません。ね、基本は容認でもダメなことはダメ、はっきり言うもう必要だなみたいなこと思いました。今日も頑張っていきましょう。波風立ってちゃいけないけど言いたいことはっきり言え。どっちでした。